はい、皆さんこんにちは、直樹パークです。今日はね、田舎ならではと言いますか、都会ではまず見れないであろうのどかな田園風景にポツンと佇む熱帯魚屋さんをご紹介させていただきたいと思います。どうですか、周りは田んぼ、ひたすら田んぼでございます。気になるであろうお店の情報はテロップも流させていただいているのですが、動画説明欄に記載させていただきますので、そちらからご確認いただければと思います。なんせ田舎の小さなお店です。予告なしにお休みされるようなこともあるかもしれません。ご来店の際はお手数でもお電話などで事前にご確認されることをお勧めいたします。さて、気になる店内はどうなっているのでしょうか。一緒に覗いてみましょう。うわぁ、すごいですね。店内には熱帯雨林を連想させるようなネイチャー感あふれるレイアウト水槽や、映画ファインディングにも連想させるような海水魚水槽、そして迫力の大型魚が優雅に泳ぐ大水槽、ぎっしりと植えられた水草に目を引かれる水草販売水槽、その他熱帯性植物ジャングルプランツも取り扱われているという、外観からは想像もつかない店内の様子には思わずテンションが上がってしまいますね。では今からそんな店内を簡単な説明を加えながらご紹介させていただきたいと思います。さあ、それでは私が気に入っている白い大きなお魚が泳ぐ大水槽からツアーを開始させていただきましょう。このひときわ目立った大きな魚はホワイトオスフロネームスグラミー、大型グラミーの仲間だそうです。とても人懐っこい性格で、このように目の前に手をやればじゃれるような行動をとってくるほどで、つい持ち帰りたくなってしまう可愛いお魚なのですが、問題は大きさでして、最終的には1メートル前後にまで成長するそうです。訪ねてみたところ、今の大きさよりさらに40センチほどは大きくなるだろうとのことでした。最低でも180センチの規格水槽がないと飼育は難しそうですね。その他にも大型ナマズや大型スクリットも販売されておりまして、大型水槽をお持ちの方には興味深いエリアとなっているかもしれません。そしてこちらは一般的サイズの熱帯魚が入った水槽が並ぶエリアとなっております。当然ながら今映っている魚が全てではございませんので、可能であればぜひお店に来ていただいて実際に確認して好みの魚を見つけていただければと思います。そして残念ながら数は少ないのですが、店内には海水水槽も設置されておりまして、サンゴや熱帯性海水魚など海に生息する生き物も販売されております。数は少なくても魅力的な生態が見つかるかもしれませんので、ご興味のある方はぜひ覗いてみてください。そしてここは色鮮やかな水草がぎっしり入った水槽が並ぶ水草販売のエリアとなっております。このお店の店長さんが水草を含む植物がお好きな方のようでして、熱帯魚の数に負けないほどの水草が扱われておりました。そしてそんな店長さんのいるこのお店ではジャングルプランツも販売されております。ジャングルプランツとは熱帯雨林、いわゆるジャングルの熱帯魚が生息するような水辺で水草とともに自生する熱帯性植物だそうです。
園芸店で見る観葉植物とはまた違った魅力を感じられる植物だそうですよ。そして店内のあちらこちらで見られるのがネイチャー感あふれるレイアウト水槽です。これらの水槽のレイアウトには実際にこの店で販売されている水草や生態が使われておりますので、これを参考に自宅で真似をして再現することも可能かと思います。あと店長さんはとても物静かな方で、基本的に話しかけてこられるようなことはありません。ゆっくりと自分のペースで欲しいものを見つけることができるかと思いますよ。とはいえ水草や熱帯魚に対する知識はとても優れた方ですので、尋ねればまず納得のいく回答が返ってくるかと思います。そして最後になりましたが、熱帯魚飼育に必要なアクア用品も数多く取り揃えられているお店となります。このお店は ADA 販売特約店でもありますので、ADA 商品も数多く揃えられております。さていかがだったでしょうか。田んぼに囲まれた田舎の小さな熱帯魚店ではありますが、店内はとても魅力的な世界となっておりますので、もし近くに来られた際にはぜひぜひ寄っていただければと思います。最後は大型グラミーが餌を食べる様子をお届けさせていただいて、今日の動画は終了とさせていただきたいと思います。それではどうぞご覧ください。いかがだったでしょうか。頭に血が昇りそうな格好で食べるグラミーもなかなか魅力的ですよね。そして最後にこの場をお借りしまして、アクアファミリーの店長さん、撮影のご協力ありがとうございました。そしてこの動画を見てくださった方々、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたの動画でお会いしましょう。